卓球の国際大会 WTT シンガポールスマッシュの男子シングルス2回戦で世界ランキング1位の阪神党が同18位で同じ中国の18歳、林氏宗にゲームカウント1対3で破れる波乱が起こった。動画、劇的な番狂わせ。 世界1位の阪神島が18歳超新星の豪快リターンエースで敗れた実際の映像第1ゲームから阪神島は得点を重ねられずに6対11で落とすと第2ゲームもわずか2ポイントしか奪えずに、いきなり崖っぷちに。第3ゲームは11対9で競り勝ったものの、第4ゲームも劣勢。60でマッチポイントを握られると、最後は投げ上げサーブをフォアに回り込まれ、 豪快なドライブエースで打ち抜かれて敗れた。阪神党は東京五輪男子団体で金メダル。世界選手権個人戦でも2021、2023年で連覇を果たし、2月の世界卓球団体戦でも金メダル獲得に貢献した。これに勝った林志藤は2023年世界ユース選手権の U19 男子シングルスで優勝。 WTT ツアーでも2勝を挙げている実力の持ち主だ。ジアンサー編集部。